し、みなさんこんにちは、ネバネバチャンネルのテッシーです。今日もイタリアのトレンドから撮影させていただきます。今回は日本語を学ぼうと思ったきっかけ、理由についてお話しして、していきましょう。よいしょ。早速ですが、なぜ日本語を学ぼうと思ったかと聞かれたら、実はですね、一つの理由に限っているというわけではなく、たくさんさまざまな理由ときっかけがあります。まずはですね、東アジアっていうものが存在しているっていうのは、8歳の時に初めて知りました。イタリアで人気、あんまり人気のない飛び込みというスポーツを始めたんですけれども、オリンピックとかでも、まあ、全ての一般的に全ての飛び込みのコンペティションを勝つのは中国人ですので、私のイタリア人のトレーナーさんにですね、中国語が映ってる、中国人が、まあ、飛び込みをやってる映像動画を、普通に、トレーニングの後見せてもらったりしていました。その時に初めて、なんかアルファベットではない方法で書かれている言語もあるんだなと初めて実感しました。違う方法で書かれている言語にすごい、その時から興味を持ち始めました。で、まあ、その時に、まあ、中国とか、まあ、日本とか、まあ、東アジアのさまざまな国の違いとかは、全く分かりませんでした。まあ、はい、2番目のきっかけって言ったら、ベローナ出身のロレッタ先生という美術の先生がいらっしゃるんですけれども、彼女は日本が大好きで、特に日本の焦土とか日本のアートが大好きで、毎年京都の、タスクスクールとのあるなんか交換留学みたいなのがあって、毎年日本に通ったりする、まあ、ロレッタ先生がいらして、そうです、幼い頃から今会うたびに日本で撮ってきた写真を見せていただいたりとか、日本人の優しさについてのお話を聞かせてもらったりしてました。なので、そういう時も、まあ、日本という存在という国の存在があるんだなと思ったし、あとは、まあ、日本には面白い興味深い文化があるんだなというふうにと実感しました。はい、3番。実はですね、イタリアの高校は5年間なんですけど、高校4年生になった時にイタリアではですね、海外1年間海外に行っても大丈夫という、まあ、一応法律がありまして、高校4年生になって、要はまあ17歳とか17歳の時に、1年間海外に行って、どこかで留学するっていうのがすごく人気があるんですけれども、で私の地域ではなんかそれができるための奨学金とかもあったりするんですけど、それではそれを通して、私も、まあ、1年イギリスで過ごした、まあ、留学したけど、で私の学校にはですね、なんか本当にまあ日本のことが大好きな人にいていました、恵まれていました。まずはキャサリンさんという一人の友達が、お寿司の、リュックがあって、日本についてのお話ばっかりしてました。まあ、日本の文化に興味を持った一つのきっかけでだったし、あるその学校の一人の先生も日本文化が大好きで、毎年広島のある高校と留学、交換留学してました。で、それで私がいた時に、イギリスで留学してた時に、その広島の高校から、まあ、20人とかだったか覚えてないんですけど、一応、まあ、日本人が私の学校に来て、みんなで一緒にアクティビティとかをやってました。書道もやったし、みんなで一緒に、まあ、折り紙を作ったりするようなこともやりましたし、まあ、みんなで一緒にキャサリンさんの家でパーティーとか、なんかイギリスの高校の一つのすごく不思議なことは、全ての授業が始まる前に毎朝、まずは20分の遊ぶ時間みたいなことがあります。まあたまに遊んだり、まあ、ニュースとかをクラスとして
見たりディスカッションしたりするような時間なんですけど、その20分の時に毎朝私の隣に座っていた一人の男の子はですね、彼は折り紙が大得意、な人で、いつもやってました。折り紙、二人で、教えてもらったり、二人で折り紙を作ったりしました。それも日本語を学ぼうと思ったきっかけの一つになったんじゃないかと思います。はい、でそこからはなんとなく日本語が学びたいと思いました。思って、まだ留学の時に、イギリスの大学の、オープンデイとかにお見に行ったり、でその時にオープンデイの大学のオープンデイの時に、まあ、たまたまケンブリッジ大学っていう大学、まあ、っていうとこがあるって初めて知って、そこのオープンデイに行ってみたら、その時に中国語と日本語のどちらもの、試しの授業みたいな、イベントに参加して、ですぐに日本語にしようと腹を決めました。はい、そうですね、そんな感じだったかな。はい、イギリスの留学が終わって、イタリアの高校に戻ったら5年生の時にすごい日本文化についてたくさんの本を読んで、俳句とかにも今日すごく興味を持ちました。で、はい、そこからは本当に日本語 と、日本文化が大好きだなと思って、それを専攻にしようと思いました。日本語を選んでものすごく良かったと思います。はい、日本だらだらん、たくさんの人々は日本のアニメと漫画を通して日本の文化に触れることが多いと思うんですけど、私の場合はそうではありませんでした。ただ今更考えると、子供の頃私も、日本のアニメをすごく見てたと思います。例えばドラえもんとかドラゴンボール、あとあったかゆうも見てたし、名探偵コナンとかも見てましたね。あと最近はデスノートとかと実況も大好きですけれども、子供の頃見てた時に日本のものであるというのを知らず知らずに見てただけですね。なぜか日本のものであるという、ことの意識は全くありませんでした。ただ、説明させてもらったさまざまな理由ときっかけで日本文化に触れることができましたので、本当に感謝しております。ありがとうございます。はい、皆さんこの動画を楽しんでいただけたら高評価とチャンネル登録をお願いします。で、あとは話してほしいこととかがあれば気軽にコメントなどで書いていただけたらと思います。またねー。